三次審査終了、すごく楽しかった。このオーディションに挑戦してくれて参加してくれた皆さん、このオーディションに関わってくださった全てのスタッフの皆様、本当にありがとうございました。お疲れ様でした、というのを。文化系トーク YouTube グランパンパスです。はい、日プ2が始まりました。ということで、とても楽しみなわけですけれども、今年のオーディション番組は日プ2だけではなくて、いろんなのがあります。その中の一つで、ビッグヒットジャパンがやる K 君たちの所属する、デビューする予定のグループね、そちらのオーディション、追加メンバーのオーディション、 N オーディションがありますね。エンドオーディション、あるいはエンオーディションですかね。こちらの方の情報がですね、ありましたというか、トレーナー、日本のトレーナーになる、今井亮介さんと井上咲楽さんがそれぞれツイッターやインスタグラムで投稿をしてくれておりまして、2日間にわたるオーディションを行いまして、3次審査が、終了したということです。つまり、まあこれでエンオーディションにね、実際に出る練習生たちが決まったということになるわけですね。はい、もしかしたら日プ2ではなく、エンオーディションを選んだ練習生もたくさんいるんじゃないかなっていうふうに踏んでおります。というのが、やはり日プもね、すごくもう楽しみな人たちがいっぱいいるし、出たいって人たちがいっぱいいるんですが、ビッグヒットジャパンというか、何しろね、天下の BTS のね、ビッグヒットですから、この名前のあるところに行きたいって思う練習生はすごく多いんじゃないのかなっていうふうに思います。だからケイ君たちと一緒に活動をしたいっていう人もきっといるでしょう。だから、まあいろんな人がそっちにいたんじゃないのかなっていうふうに思いますね。はい、あるいは日プ2とそれからエンオーディション両方受けて、あるいは別のオーディションも今いっぱいありますから、何個か受けた上でその日プ2を選ぶ人もいれば、エンオーディションを選ぶ人もいたかもしれない。だから日プ2で辞退した人がいたんですが、そういう人とかももしかしたら来てるのかなとか、勝手にちょっと妄想をしてるところなんですね。村田風雅くんというね、まあ、ちょっとね、まあ残念ですけれども、まあそれは別の話で、でエンオーディションに関しての井上咲楽さんと今井亮介さんの、ツイートですけどもね、まず今井亮介さんが、これ撮ってるのが朝の7時22分なんですが、おはようございます、今日はといっても21時間前なので昨日になりますね、今日はエンオーディションデイ2、どんな新しい才能やその原石に出会えるのかと考えると本当にワクワクします。でもちろんどうしてもオーディションという特性上、勝ち負けが出てしまうことは避けて通りません。しかし今回惜しくもチャンスを逃した参加者がこのオーディションを通じて、そして私の今井さんのコメントを受けて、その先の彼らの音楽人生の役に立てばとの思いで私も頑張ります、ということですね。いいですね、こういう真摯な方がね、やってくれてると思うと安心しますね。で今回は思いっきりビッグヒットが日本とね絡むということになりますから、どういうケミストリーが、どういう化学反応が起こるかっていうのもとても楽しみでございますね。で井上咲楽さんのインスタグラムの方もありまして、3次審査終了、すごく楽しかった、このオーディションに挑戦してくれて参加してくれた皆さん、このオーディションに関わってくださった全てのスタッフの皆様、本当にありがとうございました、お疲れ様でした、というのを、日本語と英語で、ね、書いてありますですね。で、こちらの方にアイランドでね、ダンストレーナーというか審査員の一人だったドゥブさんがね、ニキ君をお気に入りのね、こういう帽子をかぶった、ちょうど同じような帽子かぶってる、こういう帽子をかぶったドゥブさんですけども、この方が頑張れっていうのをハングルで書いてコメントもしてくれておりましてね、なんかね、ドゥブさんはね、この文字柄からも人柄の良さがね感じられるっていうね、頑張れの後にこうね波マークを打ってるね棒線があって、それがねなんか可愛らしいなっていうところですよ。はい、ドゥブさんはね、なんか可愛い感じのおじさんですからね。はい、おじさんなのかな、年はもう分かんないんだけど、まあこれでもオーディションが実際に行われたということで、無事にね、まあ番組にもするっていう話なので、エンドオーディションの方もね見れることになるでしょう、ということで、まあ楽しみですね。何しろ今年は、まあ冒頭でも言いましたが、オーディションがとても多いので、
まあ、全部見ていくっていうことはなかなか不可能なんですが、まあ、日チップ2もそうですが、このエンドオーディションに関してはもう確実に見るものの一つとしてね、私は挙げておりますというか決めております。皆さんもね、Kペンの方もいらっしゃるでしょうし、タキペンの方もいらっしゃるでしょうし、もちろんのウィジュ君、ギョンミン君、ニコラス君の、ファンの方、ペンの方もいらっしゃると思いますが、それからもエンハイプンペンの方もね、エンジンの方もいらっしゃるかもしれませんし、そこでね、このオーディションがいい感じになることをね、期待しておりますね。まあ、一部でなんかエンハイプンのファンとK君たちのファンとかで少しなんかね、あまりよろしくないやり取りがあったりするっていう話は聞いておりますけれども、私のところにも何回かそういうタイプの人かなっていう感じの人がね、まあ、来たこともありますけれども、私はそういうエンハイプンもね、ニキ君たちも応援をしておりますし、K君たちも応援をしております。まあもちろん K ペンですから K が1番ということにはなるんですが、1番だから2番だからって話ではなくてね、やっぱりあれだけの実力とね、それから素直な心を持った子たちがね、頑張っていますから、そこをね、だからなんか変な感じのバイブスで、マイナスなバイブスでちゃちゃ入れるようなことはしないで、ポジティブな感じのものとして捉えていきたいというふうに私は思っております。やっぱり人生ね、なんかマイナスの方向ばっかり考えているよりはね、プラスの方向をなるべく考えるようにした方がいいですから、はい。まあ現実問題でなかなかそうはいかないこともあるとは言ったものの、そういうふうな方向で考えている癖をつけたいというところではあります。なので私はエンハイプンのニキ君たちも応援をしていますし、ケイ君たちも応援をしております。まあアイランド、最初はね、なんだこの番組って思ったもんですよ、正直言いますとね。でも結果的にすごくハマりましたね、アイランドおよびアイランド出身者の子たちにね、はい。だからアイランドの女子バージョンもやるはずですけれども、そちらも含めて楽しみですね。やっぱりビッグヒットっていう会社はいろいろと分かってるなと思いますよ。それからやっぱ日チップ2が始まったタイミングでこういう感じでオーディションのことがあったりするので、今後だからいろんなオーディションがこうね、三国志とか信長の野望の勢力図のように広がってますけれども、ここでここのオーディションがこれ出したから、こっちはこういう風に出してきたなとか、あ、ここにかぶせてきたなとか、そういうことがあるんじゃないかなと思って結構楽しみですね。そういう戦略シミュレーション的な話もね、まあ、そういうのが好きなおじさんなんで私はね、はい、はい。では、よろしかったらチャンネル登録お願いいたします。まあ、ケイ君たちの情報を含めいろんな動画を、出して皆さんと共有をしていきたいと思います。はい、ではこの辺で失礼いたします。言いたいことは今日言っておく。グランパンパースでした。